ジェードは日本のプロレスラー。鳥取県出身。関西のプロレスラー。2015年鳥取のインディープロレスでデビュー。同年12月より、関西、東海地区の団体等で、フリーランスのヒールレスラーとして活動。所属フリー身長、体重177センチメートル、95キログラム出身地。 鳥取県誕生日8月8日デビュー戦2015年3月21日、鳥取天満屋ホール大会 VS セーフティ後期、得意技各種キックテーマ曲、フューエルメタリカツイッタージェイドダリス88、子供の頃に TV 中継で見たプロレスにハマりプロレスラーになりたいという夢を抱くが、周りの猛反発に遭い、プロレスラーになることを断念。キックボクシングを始めるが、 たまたま地元のプロレスのインディ団体の試合を見て、プロレス熱が再燃し、団体側に入団を直訴し、プロレスの世界に飛び込む。2015年3月鳥取のインディ団体でデビュー。1年間活動した後、プロになるために活動拠点を大阪に移転。関西、東海地区の団体等で、フリーランスのヒールレスラーとして活動。キックボクシングで養われた蹴り技を得意とし、 その蹴り技を中心とした攻撃を武器とするが、その蹴りの威力があまりに大きく蹴った衝撃で自分の膝が破壊し、9ヶ月間の戦線離脱を余儀なくされるほどの蹴りの威力を持つ。ヒールレスラーのディアブロに見出され、柳瀬プロレスに参戦すると、その暴れっぷりから、暴君の異名が定着する。その後、ゼロワン所属のクボタブラザーズとヒールユニットとして活動。 蹴り技各種ムーンサルトプレスブルーサンダーツイッター、ジェイドダリス88や長瀬プロレス。ありがとうございます。